池田先生の希望対話。今回紹介するテーマは読書についてです。本を読む楽しさを知らないということは人生の巨大な損失です。いっぱいの宝物に囲まれながら、その価値を知らないために貧しい暮らしをしている人のようだ。本はどんな時代のどんな国へだって連れて行ってくれる。5000年前のピラミッドの王国にだって、ルネサンスのイタリアにだって、信長や秀吉がいた戦国時代にだって行ける。時を越え、空を越え、どこへでも行ける。本の発明は人類の歴史の中で最大の発明の一つです。本は知識をくれる。本は感動をくれる。本は勇気をくれる。本は思いやりをくれる。本を読む習慣さえ身につけておけば、その人の道に希望が消えることはないのです。本は活字だけ。もう見ているだけで眠くなったり息苦しくなっちゃうという人もいる。でも少し慣れてくれば、活字の一つ一つが生き物のように姿を変える。黒いだけの文字が緑の木々になり、赤や木の花壇になり、純白の雪の結晶になり、青い海にもなる。それが本です。想像力の力です。活字を読むことによって想像力がどんどん鍛えられていくのです。ちょっとだけ頑張って読んでいく癖をつけていけば、だんだん想像力や理解力が鍛えられて、読むのが楽しくなってくるはずです。机に向かって読むだけが読書じゃない。ちょっとした時間に読んだものが案外心に残っているものです。だからまずいつも本を持ち歩くことでしょう。私も青春時代、本を手放さなかった。ともかく皆さんは若い。頭と心の柔らかな今こそ、思う存分に本を読んでもらいたい。本の世界は第二の宇宙です。その広大な世界を自由自在に旅行できる人になってください。